おはようございます。みさぺこです。今日もツイステッドワンダーランド実況やっていきたいと思います。プロローグの2から続けていきましょうね。今日中にプロローグは終わらせたいんだよな。終わるかなって気持ちでいる。厳粛ブレイク。あ、そうです。すいません、ざわついておりますな。カサコサカサコサ言ってますな。さあ、これで入学式と両分けは終わりかな。いいかい、新入生たち。ハーツラビル寮では僕がルールだ。逆らう者は首をはねてやるから、そのつもりで。はーい。うん、やっと勝ったレシキが終わった。さっさと寮に戻るぞ。サバナクローリオ、ついてこい。はーい。新入生の皆さん、この度は入学おめでとうございます。皆さんが充実した学園生活を送れるよう、オクタビネル寮寮長として精一杯サポートさせていただきますよ。寮長、オクタビネル寮寮長。それにしても学園長はどこに行っちゃったのかしら。式の途中で飛び出して行っちゃったけど。職務は OK。 イデア先輩、腹でも痛めたんじゃないか。違いますよ。あ、来た。まったく、もう新入生が一人足りないので探しに行っていたんです。さあ、両分けがまだなのは君だけですよ。たぬき君は私が預かっておきますから、早く闇の鏡の前に。ちょっと動かしますね。闇の鏡の前。グリム。何時の名を告げよ。ミサペコです。よろしくお願いします。何時の魂の形は。いや、絶対ね、キューティクルな可愛い形だから。可愛い形だからね。わからぬ。わからぬ。何ですって。このものからは魔力の波長が一切感じられない。色も形も一切の無である。無属性ということでよろしいですか。よってどの寮にもふさわしくない。何だと。魔法が使えない人間を黒き馬車が迎えに行くなんてありえない。生徒選定の手違いなどこの100年ただの一度もなかったはず。100年ね。一体なぜ。クローリーの前の世代ってどんな世代だったんだろうね。だったらその席、お礼様に譲るんだぞ。あ、待ちなさい、このタヌキ。そこの人間と違って、俺様は魔法が使えるんだぞ。だから代わりに、俺様を学校に入れろ。魔法ならとびっきりのを今見せてやるんだぞ。かわいい。みんな伏せて。かわいい。おっ、なっちゃ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 。尻に火が。カリム君、このままでは学園が火の海です。誰かあのタヌキを捕まえてください。タヌキを捕まえる。勝ったり。あら、狩りはお得意でしょ。まるまる太った絶好のおやつじゃない。なんで俺は。てめえがやれよ。グローリー先生、お任せください。痛い気な小動物をいたぶって捕獲するという皆さんが嫌がる役目、この僕が受け負います。なんでこの人ちょっと若干エツに入った感じで喋るんだろうね。さすがアズール氏、内心の点数稼ぎ来ましたわ。来ましたわ。なあ、誰か俺のケツの火消してくれてもよくね。皆さん、私の話聞いてます。はあ、タヌキ捕まえるくらいあんたがやりゃいいだろう。先生、俺様はタヌキじゃねえって何度言わせるんだぞ。偉大なる魔法師になる男グリムとは俺様のことだぞ。威勢のいい小動物ですね。リドルさん、お願いできますか。違反者は見逃せないからね。さっさと済ませるとしよう。はい。リズミックはメインストーリーに沿ってプレイできるリズムゲームです。シナリオとリズムゲームが交互にあり、リズムゲームのスコアによりシナリオが分岐します。ノーツがターゲットの中心に近いタイミングで対策するほど高いスコアを獲得できます。めっちゃなまった。
ノーツとバーの色によってタップの範囲が変わります。緑の場合、画面のどこをタップしても反応します。通常ノーツの方にロングノーツが出現することがあります。ロングノーツはノーツの終了まで画面を押し続けましょう。はい、ということで、私これ苦手なんで無言になります。早送りどうぞ。見ろ、俺様強いんだぞ。僕の目の前でルールを破るとは大層度胸があるようにね。さあ、早いとこ捕まえてしまいましょう。グズグズしてやると夜が明けてしまいますから。行くぜ。ノースを破って楽しんでいるのでは。僕は君とは違う、くだらないこと言ってないって行くよ。わわ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 、後半戦行くよ。泳がされてるところも気づかれなかったんですか。哀れな動物ですね。観念するんだね、さもなくば。いやだ、俺様はこの学校に入るんだ。アズール、下がれ。ふなイエーイ、フルコンボだぞん。英国アンサー、髪の毛オグイズイワヘッド。こりゃ、なんじゃこりゃ。ハートの女王の法律第23条、祭典の場に猫を連れ込んではならない。猫である君の乱入は重大なルール違反だ。即刻退場してもらおうか。俺様は猫でもね、こんな首はすぐに燃やして。脳が出ねえんだぞ。耳からは出てるんだぞ。僕がその首輪を外すまで君は魔法を使えない。ただの猫同然さ。なに、俺様はペットじゃねえんだぞ。心配しなくても、君みたいなペットこっちから願い下げだ。リドル君辛辣。ま、学園からつまみ出される頃には外れてるよ。いや、相変わらず素晴らしいですね。どんな魔法でも封じてしまうリドルさんのユニーク魔法、絶対に欲しい。じゃなくて、僕なら絶対にかけられたくありません。どうにかしてください。あなたの使い魔でしょ、しっかりしつけよう。え、あなたのじゃない。はい、私のではありません。見知らぬ獣です。そうでしたっけ。うん、では学園外に放り出しておきましょう。鍋にしたりはしません、私優しいので。たぬき鍋か。誰かお願いします。ギニャー、離すんだぞ。俺様は絶対絶対大魔法師になってやるんだぞ。頑張れグリム。なんであんな必死なんだろう。なんであんなに必死なんだろう。ま、少々予定外のトラブルはありましたが、入学式はこれにて閉会です。各寮長は新入生を連れて寮へ戻ってください。寮が決まってありません。ん、そういえばディアソムニア寮寮長のドラコニア君の姿が見えないようですが。あいつがいないのはいつものことだろう。あれ、もしかして誰も式のこと伝えてないのか。
そんなに言うならあんたが伝えてやればよかったじゃない。でも俺、あいつのことあんま知らないんだよな。ドラコニアって、まさかあのマレウス・ドラコニア？この学校に通ってるってマジだったのかよ。そんなに噂な人なんですね。怖え。やはり、もしやと思って来てみたが、マレウスは来ておらなんだか。また式典の知らせが届いていなかったと見える。かわいい。申し訳ありません。決して仲間外れにしたわけじゃないんですよ。どうも彼には声をかけづらいオーラがあるんだよね。まあよい。ディアソムニア領のものはわしについてくれない。あやつ拗ねていなければよいが。あの身長で膝を抱えて、あのショーンショーンって隅っこでキノコ作ってたらめちゃめちゃ可愛い。さて、大変残念なことですが、あなたにはこの学園から出て行ってもらわねばなりません。なんだと？魔法の力を持たない者をこの学園へ入学させるわけにはいかない。連れてきたのお前らだろうが。心配はいりません。闇の鏡がすぐに故郷へ送り返してくれるでしょう。さあ扉の中へ。強く故郷のことを念じて。長い夢だった。さあ闇の鏡よ、この者をあるべき場所へ導きたまえ。もう一度。闇の鏡よ、この者を。どこにもない。ない。え、この者のあるべき場所はこの世界のどこにもない。ない。無である。無である。なんですって？そんなことはありえない。ああ、もう今日はありえないのオンパレードです。私が学園長になってからこんなことは初めてで、どうしていいか。そもそもあなたどこの国から来たんです？ジャパン、ジャパン、ジャパン。聞いたことのない地名ですね。そんなことあるわけないだろう。ディズニーランドあるんだぞこっちは。私は世界中からやってきた生徒の出身地は全て把握していますが、そんな地名は聞いたことがない。一度図書館で調べてみましょう。ディズニーランドがあるんだぞこっちは。困惑アムネシア、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 アムネシアだね。アクセントめちゃめちゃ間違えてしまった。ない。世界地図どころか有史以来どこにもあなたの出身地の名前は見当たりません。そんなはずねえだろ。あなた本当にそこから来たんですか？疑り深いな。嘘をついてるんじゃないでしょうね。なわけあるか。こうなってくるとあなたが何らかのトラブルで別の惑星、あるいは異世界から召集された可能性が出てきましたね。宇宙人？あなたここへ来る時に持っていたものなどは、身分証明になるような魔導者免許証とか靴の片方とか、見るからに手ぶらですけど。魔導者免許証ってことはあのハリポタの空飛ぶ車が運転できるんですかね。そういえば財布もスマホもない。困りましたね。魔法を使えないものをこの学園に置いておくわけにはいかない。しかし保護者に連絡もつかない無一文の若者を放り出すのは教育者として非常に胸が痛みます。そうだろう。私優しいので。そうだ、学園内に今は使われていない建物があります。昔寮として使われていた建物なので、掃除すれば寝泊まりぐらいはできるはずです。そこであれば、しばらく宿として貸し出して差し上げましょう。その間にあなたが元いた場所に帰れる方法を探るのです。私が探るっていうか、クローリーがもちろん探してくれる、ね、なんて優しいんでしょう私。
教育者の鏡ですね。では善は急ぐです。寮へ向かいましょう。少し古いですが趣のある建物ですよ。オンボロ寮。ててるん。洞室バリアス。バリア。バリアード。オンボロ寮。これは。そうでしょう、そうでしょう。さあ中へどうぞ。オンボロ寮談話室。ここであればとりあえず雨風はしのげるはずです。私は調べ物に戻りますので適当に過ごしていてください。学園内はうろうろしないように。では。うろうろしたいよね。真っ白な埃が雪景色みたい。現実逃避してる。雨が降ってきた。ひでえ雨だぞ。ふんコウモリが水鉄砲を食らったみたいな間抜けな顔してるんだぞ。鳩が豆鉄砲は食らったわけじゃないんだぞ。俺様の手にかかればもう一度学校に忍び込むことくらいちょろいちょろい。ちょろいちょろい。ちょっと外に放り出したくらいで俺様が入学を諦めると思ったら大間違いなんだぞ。なんだぞ。ケビンさん、こら、お前、ちょっと俺様の事情を聞いてやろうとか、そういうのないんか。人間の笠神にも置けない野郎だぞ。話くらい聞くんだぞ。な、な。ケビンさん、こら、お前、ちょっと俺様の事情を聞いてやろうとか、そういうのないんか。人間の笠神にも置けない野郎だぞ。話くらい聞くんだぞ。でここは天丼でもう一回。警備員さん、こら、お前、ちょっと俺様の事情を聞いてやろうとかそういうのないか。人間の笠神にも置けない野郎だぞ。話くらい聞くんだぞ。な、な。はいはい、どうしてそんなにこの学校に入りたいの。単純な話なんだぞ。俺様が大魔法師になるべくして生を受けた天才だからなんだぞ。いつかないんだぞ。黒い馬車が迎えに来るのを俺様はずっとずっと待ってた。なのに、なのに、グリム転生とか、ね、闇の鏡も見る目がねえんだぞ。もともと人だったけどなんか転生してあいたバキッつった。転生してなんか猫になったんだ。だから俺様の方から来てやったってわけだ。俺様を入学させないなんてこの世界の損失だってのに人間どもは分かってねえんだぞ。いや、冷てぇ。天井から雨漏りしてやがるんだぞ。ふぎゃっ、また水が降ってきた。俺様のチャームポイントの耳の炎が消えちまう。消えたら大変だね、グリムタン。なんかし雨漏りしてるんだろう。こんな雨漏り、魔法でパパーっと直しちまえばいいんだぞ。って、お前魔法使えねえのか。ぷぷー、使えねえやつだぞ。じゃあ手伝ってよ。え、手伝いって。いやーなかった。俺様はちょっと雨宿りしてるだけのタモンスターなんだぞ。タモンスターなんだぞ。ツナ缶も出ないのにただ働きするのはごめんなんだぞ。ツナ缶でいいんだぞ。うわ、さらに雨漏りが。今何か物音がしたような。ヤッホー、ゴーストたち元気？ふん。久しぶりのお客様だ。腕が鳴るぜ。鳴る腕はないんですけどね。出たー。何を大騒ぎしてんだ。お化け！モンスターでもお化けは怖いんですよ。ここに住んでた奴らは俺たちを怖がってみんな出て行っちまった。俺たちずっと
新しいゴースト仲間を探してたんだ。お前さんどうだい？殺さないでもらっていいですか？殺される。大魔法師グリム様はお化けなんか怖くないんだぞ。お化けなんかないさ。お化けなんてうっささ。ぶなー。どこ見てるんだ？こっちだこっちだ。ちくしょう、出たり消えたりするんじゃねえ。このままじゃ火事になっちゃう。うるせえ、俺様に指図するんじゃねえんだぞ。勝利なくチキンやツナ缶プレゼント。俺様は天才なんだぞ。こんな奴ら一人でも。でかい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 、左のやつでかい。お前らたくさんいて卑怯だぞ。今ならツナ缶もう一缶プレゼント。おいお前、お化けがどこにいるか俺様に教えるんだぞ。了解なんだぞ。任せて。あっちょちょちょ、あ、当たった。よし、この調子で全員追い出してやるんだぞ。やるんだぞ。読むね。メインストーリーを進めていくと、ストーリーに沿ったいろいろな種類のリズミックをプレイできます。ノーツとバーが赤と青の2色の場合、青のノーツは画面左半分、赤ノーツは画面右半分をタップしましょう。通常ノーツは同時押しノーツが出現することがあります。同時押しノーツは同タイミングで左右2箇所をタップしましょう。やるぜ。もしかしたら早送り。ふふふ、にゃーふにゃーふにゃー、全然当たらないよ。うー、おいお前、もっとでかい声を聞きながら全然聞こえねえんだぞ。ネイチューバネシなら俺たちも入れてくれよ。ふなー、来るんじゃねえ。うしうしうし、いいぞいいぞ。よっしゃ、やっぱ俺様は天才大魔法師なんだぞ。このグリム様の手にかかれば人間の指示なんてなくたって余裕なんだぞ。にゃーはははは、にゃーはははは、うなー。おーおーおーおい、ボスが来てるならちゃんと教えるんだぞ。そうなんだぞ。おい、お前次はどうすんだ。一気に畳みかけろって。分かったぞ。ふにゃにくらえ。よし、ちょっと今日はこんくらいにしておくか。ということで、プロローグも前半の方だけやらせていただきました。次からね、まだまだプロローグは続くけど、またやっていきたいと思います。よろしかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、そちらの方の登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、みさぺこでした。またね、バイバイ。